2021年度の日本スポーツ学会の大賞を花巻東の指定である佐々木博監督、メジャーリーグの菊池、大谷両選手の3人が受賞した。佐々木監督は3人で受賞というのは感慨深い。大谷にはベイブルースを超えてほしいと語っている。日本スポーツ学会は スポーツ界に多大な貢献をした個人、団体を称える、2021年度の日本スポーツ学会の対象に、米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平投手、マリナーズからフリーエージェントとなった菊池雄星投手と、二人の恩師である、岩手、花巻東高の佐々木監督を選出した。22日に、世田谷区の国士館大学で、授賞式が行われた。 出席した佐々木監督は、大谷には、ベイブルースを超えてほしいと、エールを送った。教え事の3人での受賞に、感無量だった。壇上に立った佐々木監督は、シャイを表した。菊池、大谷は最高峰のステージでオールスターに出場した。私の頃は、岩手からメジャーリーグなんて、考えられなかった。こんなに幸せな指導者はいない。 すでに米国に戻っている二人のメッセージビデオが流れ、大谷は、先輩の菊池さん、佐々木監督と一緒に受賞できて大変嬉しい、と笑顔を見せた。両選手は新型コロナウイルスで苦しむ人々をプレーで魅了したことが選出の理由である。佐々木監督は人材育成が評価された。昨年11月には帰国中の大谷と食事し、 表彰の打診に大谷は、三人一緒での受賞は嬉しいので、ぜひお願いします、と喜んだという。佐々木監督は、二人には、目指す方向を投げかけている、と指導者としての思いを語った。大谷は、昨シーズン、投手として、9勝2敗、防御率3.18。打者では、打率2割5分7輪リーグ3位の46本塁打。 100打点、26盗塁をマーク。アメリカンリーグの MVP に満票で選ばれた。大谷は常に去年の自分を超えることを考えている。ベイブルースを超えること、本塁打王を取ってほしいと思っている。昨年、10勝に行かなかったこと、日本差で本塁打王を取れなかったことがプラスになると思う、と佐々木監督は話した。 1918年のベイブルース以来となる同一シーズンでの二桁勝利、二桁本塁打、そして本塁打王を期待した。二人の高校時代、目標をとにかく大きく持つように指導してきた佐々木監督。地道な練習でメジャーリーグを目指し、育った教え子の存在が最高の教材になる。花巻東高は、 昨年秋の東北大会を制し、28日の選考委員会で決まる春の選抜大会への出場が確実視されている。長男の林太郎内野手も注目を集めるが、選抜に選んでいただければ、菊池、大谷の後輩が彼らをこそうと頑張ってくれると思う、と期待していると話した。